はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。岩星流レドックスです。さあ本日なんですが、星流がなんと全部帰ってくると。まあ今ちょっと撮影日現在1月の3日なので、ちょっとまだ帰ってきてはないんですけども、全部ね、1月の10日になると星流、これ今リミット1ついてるんですけど、これ全部帰ってくるんですよ。全部3枚使います。これレドックスもタイダルもブラスターもテンペストも、これ全部3枚ずつ使えるようになると。いや、さすがに強くね。ということで、今回は、また川柳デッキ組んできました。で、川柳デッキと今回はアームドドラゴンというねギミックを足しておりましてですね、これめちゃくちゃ相性いいんですよね。何と相性がいいかっていうと、このね個性流とめっちゃ相性いいんですよ。個性流くんたちがドラゴン族か自分と同じ属性のモンスターを手札からぶん投げて、デッキからその親セール出すよっていう効果があるんですけども、一旦に1回しか使えない効果ね。でこれがアームドラゴンとめっちゃ相性良くて、こいつらってドラゴン族モンスターの効果を発動するために、手札から捨てられると、墓地送られると、なんか効果発動できるんですよ。なんか1枚ドローとか、モンスターサーチとかアームドサーチとか、なんかこういうのがあるんですよね。だからここがねめちゃくちゃ相性が良くて、まあ、これをコストとしてぶん投げていくことによって手札コストがいるこの個性流を強く使っていこうという、そういうねデッキになっています。で、これ使ってみた結果なんですけども、やっぱり先行はね、まあ、展開通ればねめちゃくちゃな場面しかいる。で結局何をやるかっていうと、やっぱ現代遊戯王においてなかなかそのドラゴサック出してなんかドヤ顔エンドするみたいなのはちょっと厳しいんですよ。正直そんな環境じゃねえというところで、まあ、一番パワーが高いスタッフチップギャラクシートマホークを使って展開していこうと思ってます。で、ラドンですね、ラドンを使って展開していこうと思ってます。で、レベル7、2体並ぶのにプラスして星流って墓地から蘇ってくる効果もあるんで、結構ねそのクシャトリラ使ってる時と同じような感覚で、そのなんかクシャトリラとバースみたいな感覚で、そのなんか何回も仕事するんですよ。個性流から出てきたモンスターがまた墓地から蘇ってきて、もう一回レベル7として仕事するから、まあ、2回くらい仕事するんですよね。でしかも除外されたらもう一回そのサーチ入るんで、なんか3回くらい仕事するみたいな感じなんですけど、そうなってくるとモンスターめっちゃ並びます。はい、モンスターめっちゃ並ぶ、レベル7モンスターがというところで、この辺の、まあ、モンスターを使ってレベル7をめっちゃ並べて戦っていこうと、ランク7で戦っていこうという、そういうデッキですね。でね、ちょっとねこれ使ってみて思ったのはね、ちょっとね事故るんですよね。なんか手札イラストが入れてると、なんか例えば個性流ってさ、自分と同じ属性のモンスターしかぶん投げられないから、だから例えばバーナーと増殖する G とかしかない時って出せないんですよ、親星流を。だから属性もある程度ちょっと考えないといけなくて、手札から捨てるね。そうなってくるとやっぱ誘発、採用できる誘発限られるんですよね。まあドローアルランドロックバードとかは結構強かったんですけど、ただちょっとやっぱ個性流、この辺の個性流とは相性が良くなくてね、炎、地、水とか、だからちょっと構築かなりむずい。だからちょっと、まあ、自己率気になったんで、ちょっとドラゴン族をかなり多めにしたんですけど、今回そうするとね、そうしたらねちょっとね、まあ、高校弱くなるんですよね。だからちょっとね、ちょっと今この辺のバランスは僕も考え中です。考え中ですが、おすすめモンスター1体いて、これ召喚剣使わないんですよ、このデッキ。正直展開するのにどんどんデッキから出てきたり特殊召喚したりするんで、だからね誘発ケアとしてこのね小脇ビールガーディアン、これ結構強かったですね。これランクまで以前当たった方が使っていたギミックちょっとパクったんですけど、小脇ビールガーディアンを一回召喚しといて、しかも地属性なんで一応そのリアクタントからぶん投げて整理にもできますしね。これ召喚しといて、でレベル7、2体からスターシップギャラクシートマホークするみたいな動き、これがね結構強かったです。まあ、ウララとかゾウジとかあの辺もケアできるし、エフェクトベーラーとかね、あの辺も、まあ、ドロールとかもそうだけど、もう全部ケアできるんで、コアキベルガーディアン召喚して展開していく。でね、これなんとですね4枠あれば展開できるんですよ。スターシップギャラクシートマホークの効果で東京が3体出ればもう展開可能ですということで、モンスター1体召喚しても OK というところで、まあ、ちょっとこの展開は見ていただけたら分かるんですけども、そういったところで、まあ、コアキベルガーディアンは結構相性がいいかなと思いました。はい、まあ、高校でもまあ召喚者強いですね。はい、というわけで、早速ね、パワーを回していきましょう。スターシップギャラクシートマホークくんの結局、まあ、まあやっぱ星流使うのはこれかなと思ってます。デュエルスタンバイ。
全解除される事態が来るとはね、まさか思いませんでしたよね。すごいですね。現代遊戯をこれ許されてんですもんね。マジでね、時代が時代だよなっていう話あるよな。これはちなみに増殖する G というカードがマジできついので、投げられたら本当にお祈りエンドまでありますけども、なさそうで、テンペストからのアームドラゴンレベル7の効果、パイルアームディングドラゴンを塗ってきまして、なんもなそうですね。これなんもないとめちゃくちゃ盤面強くなりそうだけど大丈夫か。これアームドラゴン、レベル5、送って特殊召喚で、アームドラゴンレベル5の効果、そうですね、まあこれテンペストでいいか、テンペスト持ってくるでいいか、テンペスト、まあテンペストも盤面にいるけど、まあテンペストでいいか。で、一旦ワンドローぶちかましに行くか。レベル3送って1枚ドローを打点上げて1枚ドロー、ガーディアン、意味ない気がするな。なんか言うはずなしそうなんだよ。ニビルケアするか、一応ニビルケアしとくか。コアキメールガーディアン召喚、これ召喚権余るんでね、コアキメールガーディアン結構強いです、ね、はい。召喚権が余るってことは誘発ケアにそこ割いていいってことなんだね。はい。で一旦これなんか天球使っちゃうとダメか。これ先にあれか、枠足らんわ。天球作ると枠足らん。ボルニング種作っても枠足らん。だからこれ先にあれか、スターシップギャラシー行くしかないな。トマホーク爆発させて、ほいで、トマ効果トークンも生成。これちなみにね、モンスターズ4枠でね、一応トマホーク一応展開できるんで、だからまあコアキメルガーディアン出してもいいっていう説は結構ありますね。はい。で機械族モンスターが3体でリンク召喚して、いつまで経ってもこれなんだよな。結局こいつがいっちゃ強いっすね。はい。そして青龍って手札めっちゃ減るんですけど、アームドラゴン使うとこんな感じで手札があんま減ってないんじゃないですか。まあまあ強いっすよね、やっぱね、これ。この動き、手札が減ってないという話。これめちゃくちゃ強い。で、オラ出して、でオラつきながら、アスクセルシンクロン出して、はい。でアクセル効果を使う前に、トークも生成、うおー、アクセルシンクロンっつってジェットシンクロンを落とす。でレベルをねこれ下げる。でここでバロネス出して、オッケー、はい。でこれで一応コアギメルガーディアンがなくてもここから一応何も妨害効かないよみたいな感じなんですけど、ここまでに妨害打ってないって多分いないんで、あんまり関係ないですね。だからそのなんか一回バルヌス立ててから妨害を回避しつつ展開するとかはちょっと難しい、青龍はね。で手札を1枚墓地送ってジェットシンクロンを蘇生で、累急出して、これはねいつものラドン展開なんですよね。ちなみに青龍時代なんか青龍めっちゃ強かったイメージ皆さん持ってるかもしれませんが、現代遊戯王だとねやっぱねちょっと現代遊戯王のパワーが高すぎて、あの時代ってなんかその結局横3000抜くのさ結構きついなみたいな話のだったと思うんですよね。なんでそういう環境じゃないじゃないですか今。なのでまあその現代遊戯王にパワーを合わせるとしたら、まあ、レベル7、2体から出力できる一番強いのはまあ、トマホークかなというとこですね。はい。で、デッキから特定のカードを手札に加えていく、コリドゥで、まあ、これストリームぶち込んでいいね。コリドゥ先行ってもいいか。コリドゥ先行って、で、出して。で、これ枠足りないんで、一回あれかな。バルネスで割ろうかな。ガーディアンを。ちょ、アライズ出したいんで。はい。で、水星竜ストリームくんの効果を発動して、ストリームがデッキから出てきて、これね、星竜3体を素材にしたアライズハートっていう無敵アライズがね、無敵、
アルティメット無敵アライズをね、ちょっと皆さんにお見合いできるかもしれません。あの、これ何が強いかっていうと、あのね、除外されると聖竜ってサーチ入るんですけど、アライズハートの素材で除外されるんで、なんか3枚サーチ入るんですよ。それがマジでやばくて、ちょっとそれをお見せしたいですね。はい。3枚サーチ、1枚相手のカードを除外しながら3枚サーチ入れるっていう、バケモンみたいな。で、しかも、相手と自分、マクロコスモシューターみたいなね。バケモンが爆発します。はい。いきましょう。レベル7のモンスターが3体で、オーバーレイネットが欲しく、エクシエンス召喚。これちなみに1枚レベル7足んなければ、ボル逃げしにすればいいですね。はい。かかってこいよ。これよ。三星流素材アライズハート。相手のカードを1枚除外しながら3枚カードをサーチ。あまりに強い。さあ、かかってきやがれ。一応妨害数はね、何でも向こうが2回と、マチュライルのサーチができないよっていう効果と、アライズハートがあるので、だいたい返せないですよね、これ。この盤面作ればね。だいたい返せないと思う。多分。さあ、お相手しどうするんでしょうか。一体全体。何で機械にもよるけどな。福楽院。楽院か。なるほど。福楽院はいいや。福楽院 OK。福楽院は OK。あ、ちなみにこれ、ビーステッド刺さんねえっていう強みもある。このデッキ。光闇ほとんどいないから。墓地に。マジで、アクセルシンクロンが闇属性なぐらいかな。別に送られたところで除外した分あんま関係ないじゃないですか。マジで強いですよね。セット。あ、ちなみにこれ、アルバスとかもね、これ墓地送れないですよね。これクソ強くて、アオロカの枚数をどうぞ。アレバスの楽園を墓地送って融合召喚するっていう方法じゃないですか。墓地送れないんですよ。アライズハートいるんで。だから、多分ね、これセットマジアレバスなんじゃね？これね、アレバスで融合できないです。サベージとか。はいはいはい。まあね、ワンドロー。まあこれ、あれですね。鳥除外したところで結局鳥でサーチする。なんかアルバス系のモンスター、これサーチできませんね。将来で言うんで、マジであれセットアルバスなんじゃねえ。相手だセットすることある、楽園で。多分さ、アルバス召喚したらバルネス破壊されるから嫌だなと思ってセットして融合しようと思ったんじゃない俺な気がするんだよな。融合破兵、なるほど。破兵か、破兵はまあ通すか。融合モンスターしか出せなくなるんだったら別にか。破兵通しましょう。で、何出てくるんだろうな。ま、これアルバスしかねえのかこれ。あ、グランギニョルか。なるほど。グランギニョル、カルテシア。なるほど。カルテシアはまあ、融合できますね。別に。まあ、無効にするんですけど。まあ、無効にするんですけどね。サベージでいいかな。サベージでいいや。さあ、カルテシアちゃんの融合効果は、ちょっと融合モンスターはまあ出てくるとなんか、まあ、あんまやばいことない気がするけど、まあ一応ね、まあ妨害余ってるし、はい。さあ、アライズハートの素材がやばいことになってきたよ。大丈夫かな。アライズハート君の素材が劇的にやばいことになってきたよ。さあ、どうする。アウトセクター3枚。きついと思うけどね、これ。結構。楽園側。楽園が持ってこないし、ね、そもそも。一枚しかないから、すべきないし、ほとんど多分。さあ。いや、だよね。いや、多分、きついと思う。これ、アレバスだったんじゃないかな、あれ、セットカード。なるほど。お、ダブルチンクの輪切りが。活躍させてほしそうに、こちらを見ているな。ああ一旦そうですね、ライトニングかな、ライトニングでアームドラゴンサンダーレベル5捨てて、なんかあるウララ、ウララだったら打ってください、お願いします。ウララだったら打ってください。打ってくんねえパターンか。ゾウジーかな。いや、これ G だったら打ってほしいぞ、かなり。でアームドラゴンサンダー効果、ウララか。なるほど、そこでウララなんだ。なるほどね。じゃあ、まあ、今、いやーでも今、ちょっとチェーンあったな。今、ちょっとチェーンあったよね。いや、チェーンあった気がすんだよな、これ。レドックス。いやー、これチェーン。
今の知恵なんだろう。さすがにこれ G な気がするんだよな。法要とかだったらまだ、いやそれでもきついか。いやーだよね、これはきついか、きついな。いやこれ展開するとさすがにドローさせすぎるんですよね。いやーどうすっかな、これマジお祈りエンドなのかな。これ G がマジで重いですね。お祈りエンドはお祈りエンドマジ天、いやーでも天球出したところでな、大して妨害になってないしな。天球出してもう一枚ドローさせてエンドするか、まあもうまんまエンドか。3000横をチンジで弱え、クソ弱え。3000の壁と2200の壁でエンド、いや弱っ、びっくりした、さすがに弱い。これ何も妨害ないです、ちなみにゼロ妨害です。あ終わったくさい、終わりましたね。これ多分終わりました。スリーピー、はい、でピュアリー、はい、まあ一応見るか。いやー G がちょっとベイゴマックス入ったね。なるほどね、これベイゴマックス型ね、結構ね強いらしいですね。スペドロイドベイゴマックスから未来竜王を立てるっていう動き、まあゴーソリックの、アルカードがランク3なんですけど、そいつから打天使出して、で打天使に行けるんでショットからね。なんで、まあ、ベイゴマックス1枚から未来竜王を立てられるということで、かなり注目されているという話です。ピュアリーね、ゴーストリックっていうね、ギミックが非常に強いですね。はい、でスリーピーメモリーか、なるほどですね。1枚捨てます。でこれってことは、いやこれ意外確定じゃないんじゃね。でピュアリーリリーでしょ、はい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 、なるほど。でリープ、なるほど。でなるほど、なるほど、きついね。まあ十分きついね、ビューティーね、あー十分きついわ。これどうすんだろう、相手これどうすんだろうな。これ吸収するのかな、プリティだから吸収できるよね。プリティで吸収して、あーそういう動きか、なるほど。プリティで吸収して、アーゼウス乗っける感じなのかな、ぶん殴ってから。いやー、リソザ、2回全部っぱ飛んでくるアーゼウスきついけどな。まあ、マイフレンド、あ、でもリープセットか。なるほど。リープセット。リープセットか。まあ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 、まあ、いいでしょう。アーゼウスの方が嫌だったんで、なんかまあ言うてなんとかなるかもしれない。もしかしたら。あ、ビューティー行こうか。まあそれはどっちでもいいわ。これ戻ってくるって行こうかなんですけどね、手札に。手札に持ってくるって効果なんですけど、これどっちでもいいです、正直。まあ、戻って戻らなくてもあんま関係ない。と思います。で、ドロー。パイルアームド。なるほど。いや、これどっから行くのが正解だ、これ。バウンスされんだよな、多分、リープで。で、向こうにもされんだよな。向こうにもされんの、うざ。向こうにもされんの、うざすぎ、ワロタ。で、テンペスト、出す。一回殴り行ったら使ってくれるかな、リープ。一回殴り行ったら使ってくれそうじゃね。攻撃表示入る。バトルフェーズ入りましょう。一旦。あ、こっちから殴れないっけ。あ、そっか。コセールで出した。間違えた。やべ。まあまあまあ、殴れればいいか。殴れればいい。リープ。OK。まあ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 、いいでしょう。で、これ変身されて、まあ、ただ4素材でしょ。4素材のワール。まあうざいけどね。まあ十分うざいんだけど、これエクシーズモンスターが戦闘を行ったという情報だけは得たい。エクシーズモンスターが戦闘を行ったという情報だけはちょっと私にいただきたいんですけど、なんか、ああ、それは戻さない、なるほど、それは戻さない、なるほど、なるほど。ボルニゲシュ強そうだな。ボルニゲシュ打って、でなんか打ってきたとしたらフリーチェーンでいけるから、これボルニゲシュじゃね、ドラゴン族モンスターを素材にしてると、フリーチェーンでボルニゲシュのなんか表側のカード破壊するよって効果使えるようになるんですよ。今フリーチ破壊です、ボルニゲシュが。で、これ、アーゼウスもいけるんで、この上に。だから何もしてなかったらアーゼウスも置けます。
ここでノワール使ってきて、まあ、どれ戻すかだよね。てか俺のさ、そのダブルチンコの輪切り返してほしいんだよ。ソワに入ってるこのあのレドックスくん。あーブラスターか。なるほど、ブラスターはまあいいか。ブラスターもされる、まあ別にそんなに関係ない。破壊する意味もない、破壊する意味なし。エクスプラリノワール効果ダブルで使ってくる、ダブルで使ってくる。めちゃくちゃ墓地リソースバウンスされようとしてる俺もしかして。これまあ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 いいか。なんか俺の青龍めっちゃ戻されるんだけど俺の青龍めっちゃ戻される。レドックスとブラスターが戻されていく。なるほど、まあ一回アーゼウス行くしかないよね。じゃあアーゼウス行って縦でいいよね。これ横だったらぶん殴られてってまたアザスのコケやるから、でこれで全部流して、マイフレンドも起動させないようにすればまあなんとかなりそう。オッケー。いやこれで、いやでもこれ1体蘇生しても意味ないんだな。1体蘇生意味ない、1体蘇生マジで意味ない、やばい。パイルアームド、いやパイルアームド今必要としないな今。どうしよう、いやもうこれエンドか。やることないもんな、やることないもんな、やることない、やることなすすぎる。ランクならできないしな、レベルならちょっと1体ではね無理なんですよね。このデッキ何もできないんですよね。でドラゴン族が2体いれば一応天球とかいけるんですけど、ちょっとアーゼス君機械族なんで無理で、でマイフレンドの効果で一応戻して再利用できるようにしておくと。でこれでトップダに控えるかだな。ちなみに僕も妨害はありません、もうアーゼウス一素材なので。はい、いやーなるほど、スリーピーリリーか。いやこれきついか、リリーマイフレンド。いやでもこれプランプいっても大丈夫だな、プランプでも大丈夫か。あでもあれか、これプリティで吸収されるのか。うわきついわこれ普通に。いやプリティ強えな。なるほどデリー、なるほどね。これもらってきて、で多分これあれだよね、プリティ、あー強い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 って。これ外れろ、いや一応ギリギリ外れた、ギリ外れた。これレベル1にいたらだから、これあれか、ミライリオーマンだこれ。きつ強くない、やっぱこのデッキまだまだ余裕で診断ちゃうんかいっていうね。まだまだ全然強いけど、これだからどうすんだろうな。まあプリティでもいいもんね、これプリティでもいいし、ミライリオーでもいいのか。相手やば、吸収、いやこれどうすんだろう。ビューティーで吸収してからアーゼウス地獄起きるそれは地獄だな、それは地獄だ、勝てんさすがに。吸収、あきちーか、さすがにバトルいって、いやー二素材アーゼウス、エンドウェイズ、えアーゼウス入ってない、そんなことはないよね、アーゼウス入ってないなんていうことはないよね。まあ一応テンペスト発動、テンペストはねこれ除外しちゃうとリソースなくなっちゃうから、これボルニゲッシュの方がいいかな。ボルニゲッシュ、いやこれ一生アームドドラゴン仕事してね。が通常召喚ハルルラがあるぞ、俺たちには、俺たちには通常召喚ハルルラがある。さあこれはこれいったか、これこれウララとテンペストでレベル10シンクロして、マイフレンド破壊、ビューティー効果、それ向こうでいいもんな。バトルフェーズ入ってる前に先破壊しないと、破壊して、マイフレンド。で、ビューティー効果、向こう。破壊。来た!なんか、こいつビューティーに絶対的信頼置いてっけど、多分これアーゼンスの方が強いぜ。多分今のこの現状だったな。ビューティーに絶対的信頼置いてるか、ビューティーは流れるかな絶対に。来た、でバトルフェイズ、おらオッケー。でこれで
まあ、一応向こう使っちゃったんですけども、向こう使っちゃったけどもさすがに手札1枚から動かれることはないと思うんですけども、リリー召喚とかされたらやばい、一番それが一番やばい。これはですねかなり緊迫したデュエルとなって、よし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 、アーノドラゴンサンダーレベル7やっときたな。あとは打点作ればいいけどな。アーノドラゴンパイロアーノドラゴンレベル7を墓地に送って特殊増殖していいだろう。 OK、 ビーステッド引かなきゃバンキル。さあパイロアーノドラゴンを特殊召喚したい。ビーステッド引かれても大丈夫か。ああ、でもあれか、相手の墓地のカードだろうな。でデッキから手札に加えるのはまあ何でもいいんだが、レベル7かなんか持ってきます、まあ、余計なチョコ材な、なんか小細工しないでぶん殴るわ。あ、ほよか、ほっけほっけほっけ。いやギリギリの対決だったけど、相手アーゼウスとか未来利用いけるタイミングあったと思うけどね。なんかビューティーに絶対的信頼を置いてるマンだったから一応ギリギリ勝ったわ。さすがに青龍とアームドラゴンパンパンに入れたから枠がなくて全然誘発が来ねえよな高校では。さすがにちょっと誘発入れてるわけねえんだよな。入れるとしてもやっぱその属性がね、やっぱ個性流って属性がある程度決まってるじゃないですか、投げるのが。光地とかはまあ一応個性流いるんですけど、光じゃないや、風とか地とか炎とかはいるんですけど、光とかいないんで光の誘発とかはちょっと入れづらいんですよね。あと闇とかドラゴン族の手札誘発だったら やるけどね。ファンタズメイとか、あれファンタズメイってドラゴン族だっけ。なんかやっぱね、そう、入れる誘発、入れられる誘発がちょっと限られてるっていうのがちょっと若干高校がどうなんだろうなっていう気はするね。このデッキ先行はまあ展開通ればまあある程度はね、強いかなと思うんですけど、まあ、課題はちょっとそういうところにあるんじゃないかなと。まあレベル7、2体並べば一応ね、ランク7からアーゼウスみたいな動きはできるんですけど、パイルアームドドラゴンのその辺の除外されるのは別にどうでもいいかな。なんかアライズは一応サーチは入るけど除外されるから、青龍がだからちょっと墓地超えねえのちょっときついかな、さすがに。一応なんかコアキメールガーディアンでどうにかするしかないな。コアキメールガーディアンでアライズショスは。コアキメールガーディアンで向こうっつってバゴーンって叩き合ってろ、はかなかなか打って。さあ素材、まあでも素材3個あんのうざいな普通に。ディアブロシス、まあでもそれでもコアキメールガーディアンでなんか不明そうっすね、アライズハートは。ディアブロシスはやべえやべえやつ来た。ちょ、アンリミテッドルームだから仕方ないにしてもディアブロシスはあかんやろ。いや、アンリミルームってさ、普通さ、新制限のさ、新しい環境を試そうと思って、やらない。なんでこれディアブロシスぶん回してんこれ。ソロカードは禁止になったはずだが、おいゴミクシャ取り扱い、おいおいふざけんな、おいおい、やっていいこと悪いことあるだろそれ。いや、一面は残してくれるらしいな、一応一面だけ残してくれた。一応一面だけ残してくれましたね、セット。なるほどですね、ドゥルーですね、リアクタンとかいうモンスター来ましたね。あー、ガーディアン、いやガーディアンでしょっても結局全面許されるのこれ。ガーディアンでしょで発動ユニコーン、いやどっちにしても女じゃな、どうしたってこれセフされんか。ガーディアン召喚してカカーナーで向こう爆発って言った瞬間にその後ユニコーンが飛んできて裏側除外でシャングリラだな、無理じゃね、積んでね、これ積んでないですかこれ。
無理じゃね、逃げろ逃げろレドックス、うわアライズアート、俺のアライズアートが俺のアライズアートがこれで裏側で除外されたからっつってあれですか、シャングリラ君が調子乗ってくるやつですかこれ何枚除外されんのこれ、デッキ何枚除外されんすか先生、ちょっとわかんないんですけどこれ、てかディアブロシスこれなんで許されてたのこれ、本当にクソゲーすぎない、なんでこれ許されてたのこれ、意味わかんないんだけどこれ、これはちょっと OCG でなぜこいつが許されていたのか、ちょっと小1時間 OCG のガチ勢に問いたいですね、なぜ彼は許されていたんでしょうか、はいはいはいと27枚はやばいわ、デッキ27枚はキモい、さすがに27枚除外はね遊戯王にならんのよ、とりあえずアンリミテッドルームは無法地帯っていうことが分かってよかったわ。